一回やめようって言ってすぐに始めたんですけど、って言って今何分か休憩してるかと思ってる方もいると思うんですけどね、だからもうまあいいや、休憩したってことでもしてないんですけどね。俺は本当正直な人間なんだけど、正直な人間もさ、信じてもらえない人がいるから、どうやって俺を証明したらいいかって言ったら、ないから、まあどうでもいいやって、お前らが勝手になんか答えみたいなもん作っとけよってね、ちょっとかっこいいこと言おうとして滑ってる人になっちゃったら、もうお前らが勝手にね解釈しとけよっていう話なんで、めんどくさいんで、もういちいち説明すんの。そんなね、困ってる人いないのよね。困ってる人がいないのに、あたかもそこで困ってる人を助けようとしてる不審者ですからね。あ、おばあちゃん大丈夫、持ちますよって言っても無になんだろうな。ダメだ、ここでいい表現出したら英雄になるだろうな。ここなんですよ俺はね。まあ無に話しかけてる。あ、おばあちゃん持つよ、いやいや、ダメだ、持たなきゃなーって言って、大丈夫みたいな、そういう人、無に話しかけてる。困っている人がいるシミュレーションを街中でやっちゃう人、困っている人を助けるっていうか協力する、困っている人に協力するっていうか、まあ協力っていうか、まあ助け分、あー、もうそんな上から目線ダメだな。まあ困っている人にを、まあ、手伝うシミュレーションを街中でやっちゃう人が動画でやっちゃってるんですよね。あたかも答えに困ってる人がいる前提で俺が話しちゃってるから、 IQ の高さがちょっとバレちゃうよね。もう先に言っとこうみたいな、先出しじゃんけんすごいな、どんだけ自信がありすぎだろ、先出しじゃんけんって。うん、まあ、ハンマー裕次郎さんならやりかねないですよ。なんかやってましたもんね、あれ、これ本当に先出しじゃんけんやってたかもしれない、公式で。グージョギチョキでバキさんが、ハンマーバキさんが勝ったんだけど、それをなんかチョキでグーを潰そうとするっていうねちょっと面白すぎるよな、グラップラーバキ。バキシリーズ面白いもん、エアー味噌汁ってね。俺がお金があったら全巻買わなきゃ。あれ、全巻買ってないのになんでその話見てんの。答えは漫画村でって。いや、漫画村では見てないですけど、うん、それは本当 YouTube で見た、ごめん。本当に俺はもう火星にも移住できないし、多分地底国にも移住できないわね。ツイッターの発言は気をつけろって言ったでしょって関さんに言われちゃう。うん、いやでもね、しょうがないもん。ワンピースも早バレ全然見るし、七つの大罪も前の週は買ってないけど YouTube で見ちゃったし、うん、いやでもみんな言ってないじゃん、早バレは見ませんとか言ってる。ごめんね俺、そういう人間じゃないんだよ。うん、正直に言っていく、正直に言わなくていいことも、それ違法ですって言われても、うるせえ、知らない、やってない、嘘でも、あれはジョークだもんって言って突き通す。これが捕まりそうになったら、嘘です、証拠はどこにあるんですかって言って、証拠がありそうな、アカウント全部消して、パソコンもぶっ壊して俺は寝る。うん。またパソコンなんか買えばいいし、パソコン1台壊して、捕まらないんだったら、ダメだよ、そのね、脱走犯の心理じゃないけど。みんながしてるからとかじゃないよ、俺は。みんながしてるからじゃないんだよね。みんながしてるからやってるとかじゃなくて、YouTube にあるから見てるっていうね。うん。俺は一匹狼だじゃなくて、普通に見たいから見てる。うん。でも、7つの大罪にお金払ってないな、マジ大罪。いや、こういうしょぼいかけ方してくるやつは、本当になんか生きる価値ないよな。いや、俺に言ってるんじゃなくて、今のは、このトークをするための、まあ、布石というかね。まあそれなんですけど、すごいそれでうまいこと言ったみたいなやついるじゃん。真琴さんとかさ。なんなんあれ。誰でもわかる連想ゲームしやがって。連想ゲームして何がうまいだよって。なあ。うまい棒がうまい、ビミビミビミって言ってる、舌がバグってる美食家じゃん、そんなん。レベル下げすぎだよ。うん。どんだけ課金してんだよ。それはちょっと違う。ちょっと俺厳しすぎじゃない？自分に甘いくせに人に厳しい。自分に甘く。哲也さんはあれだもんね。人に甘く。自分にもっともっと甘くっていうね。誰かが言ってて。俺は自分に優しく、人に厳しくなんで。人に厳しくっていうブルーハーツの歌ありましたよねっていう。うん、気持ち悪いよね、そういつ。なんか俺、何が気持ち悪い、ブルーハーツが気持ち悪いって言ってるんじゃなくて、俺がね、ツイートでエレファントマシマシっていうね、ツイートしたけど、いや、エレファントマシマシっていう、バンドいたよねとか、クソつまんねえやつがいっぱい羅列されてきて、うわ、もう絶対俺エレファントマシマシって二度と言わねえって思って、もう超つまんねえやつがいっぱい出てきたんですよ、ツイッターで、ツイートで。
で、あと俺今ね、あとね、高嶋ちさ子もしかしてってね、出てた。なんかね、ツイートで、なんか、ヤフー検索の高嶋ちさ子もしかして、キチガイっていうね、ネタツイートしてる人いるかなって思ったけど、みんな高嶋ちさ子もしかしてっていう、なんだろうな、ツイートしすぎてちょっと追うのがめんどくさくなっちゃった。はぁ、君は、デレステステテデレ、変わったー。あ、画面ごめん。ちょっと、金玉がキュンキュンしてる。痛いな。金玉キュンキュンってちょっと、これで変な病気だったら怖いけど、ちょっと調べるわ。サファリで。金玉。かゆいのもかゆいけど、金玉キュンキュンって言ったら変な同人誌出てきそうだな。あんまり金玉キュンキュン痛い。金玉キュンキュン痛い。睾丸の痛みに対する顕微鏡外科制作診、笑いごて出ない今後腫れる病気。清掃使用。ああ、ちょっと、キュンキュンする痛みってないかな。ちょっと、腫れてはないけど。片側が痛いんじゃない？どっちも痛い。あれ？片側だけ痛い。やばいな、これ。慢性インなんとかなんとかなんとかつ、なんかその、裏っていう文字が3つある。裏と表もどきがいる。あ、痛い。あ、3ヶ月以上には渡ってないんで、俺、痛みは。もうやめた。ちょっと、今すごい重要だったのに、ちょっとやめちゃったな。ちょっともうしっかり見よう。最近ダイエットのなんかね、痩せ方とか見たんだけど、それ、なんかすごいムカついたんですよ。それは間違ってるっていうだけで、痩せ方教えてくれないんですよ、なかなか。超嫌なサイトに出会った。いや、それ否定するのはいいんだけど、痩せ方教えろよ、バーカって思った。君は、ドロステステステ、テレデン、変わったー。なんか、ロキソニンやボルタレンのヒー、ストレード鎮痛剤、抗うつ剤など、処方されることがありますっていうのを、俺がその薬を使ってるとそうなりますよっていうことが思った。すごい、金玉の絵が。違うな。リンパの絵だった。怖い。金玉キュンキュンっていう履歴のあんま残したくないけど。ね。まあいいや。恋の始まりということで。なんか恋の予兆はイライラするっていうのはありますけど、俺当てはまってるんですよっていうね。あんま深くは語らないですけどね。すごいイライラしたことがあって。うわ、ムカつくな、あいつ。ムカつく。あれ、ルル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 ルって言ってね。恋に落ちるっていうね。いや、でも俺はね、言うならば恋に落ち続けてるっていうか、そこら辺の恋してるやつはちょっと格が違うんで、もう恋に落ちちゃってるんですよね。もうずーっと落ちてきてる。ループ。恋ゲッティングダウンザループ。恋ダウンザループ。ラブザ、ラブループ。はい。8分なんで1回終わります。なんで1回終わるかなんてね、ちょっとはい、テレパシービーム。